砂川事件。砂川事件は、東京都砂川町付近にあった、在日米軍立川飛行場の拡張をめぐる闘争、砂川闘争における一連の訴訟である。特に、1957年、昭和32年7月8日に特別調達庁、東京調達局が、強制測量をした際に、基地拡張に反対するデモ隊の一部が、 アメリカ軍基地の立ち入り禁止の境界策を壊し、基地内に数メートル立ち入ったとして、デモ隊のうち7名が、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第3条に、基づく、行政協定、現在の地位協定の前進違反で起訴された事件を、指す。当時の住民や一般人の間では主に、砂川紛争と呼ばれている。全学連も参加し、 その後の安保闘争、全共闘運動の先駆けとなった、学生運動の原点となった事件である。東京地方裁判所、裁判長判事、伊達明は、1959年、昭和34年3月30日、日本政府がアメリカ軍の駐留を許容したのは、指揮権の有無、出動義務の有無に関わらず、日本国憲法第9条二項前段によって、 禁止される戦力の保持にあたり、違憲である。したがって、刑事特別法の罰則は、日本国憲法第31条、デュープロセスオブ、老規定に違反する不合理なもであると判定し、全員無罪の判決を下した、東京地判昭和34.3、30下級裁判所刑事裁判例集1.3、776ことで注目された、だて判決。これに対し、 検察側は直ちに最高裁判所へ、調約上告している。最高裁判所、大法廷、裁判長、田中幸太郎長官は、同年12月16日、憲法第9条は日本が主権国として持つ。固有の自衛権を否定しておらず、道場が禁止する戦力とは、日本国が指揮、管理できる力のことであるから、外国の軍隊は戦力に当たらない。したがって、 アメリカ軍の中流は憲法及び全文の趣旨に反しない。他方で日米安全保障条約のように高度な政治性を持つ条約については一見して極めて明白に意見無効と認められない限り、その内容について意見かどうかの法的判断を下すことはできない。統治行為論採用として原判決を破棄し地裁に差し戻した。 最高裁大定判決昭和34.1216最高裁判所刑事判例集13.133225田中の差し戻し判決に基づき再度審理を行った東京地裁裁判長岸森一は1961年昭和36年3月27日罰金2000円の有罪判決を言い渡したこの判決につき 上告を受けた最高裁は1963年、昭和38年12月7日、上告棄却を決定し、この有罪判決が確定した。機密指定を解除されたアメリカ側公文書を日本側の研究者やジャーナリストが分析したことにより、2008年、平成20年から2013年、平成25年にかけて新たな事実が次々に判明している。 まず、東京地裁の米軍駐留は憲法違反との判決を受けて、当時の中日大使、ダグラス・マッカーサー二世が同判決の破棄を狙って、外務大臣、藤山愛一郎に最高裁への徴約上告を促す、外交圧力をかけり、最高裁長官、田中と密談したりするなどの介入を行っていた。徴役上告を促したのは、通常の控訴では、訴訟が長引き、 1960年、昭和35年に予定されていた条約改定、日本国とアメリカ合国との間の安全保障条約から、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約へに反対する社会党などの非武装中立を唱える左翼勢力を益するだけという理由からだった。そのため、1959年、 昭和三十四年中に米軍合憲の判決を出させるよう要求したのである。これについて同事件の元被告人の一人が日本側における関連情報の開示を最高裁、外務省、内閣府三者に対し請求したが、三者はいずれも記録が残されていないなどとして非開示決定。不服申し立てに対し外務省は関連文書の存在を認め、二0 1年四月二日、 藤山外相とマッカーサー大使が1959年4月に行った会談についての文書を公開した。また、田中自身がマッカーサー中日大使と面会した際に、伊達判決は全くの誤りと一審判決破棄、差し戻しを示唆していたこと、上告審日程やこの結論方針をアメリカ側に漏らしていたこと柄がになった。ジャーナリストの末波康氏が、 アメリカ国立公文書記録管理局で公文書分析をして得た結論によればこの田中判決はジョンリー・ハワード国務長官特別補佐官による日本国以外にて維持され使用される軍事基地の存在は日本国憲法第9条の範囲内であって日本の軍隊または戦力の保持には当たらないという理論により導き出されたものだという当該文書によれば田中は 中日主席講師、ウィリアム・レンハートに対し、決心後の表記は、実質的な全員一致を生み出し、世論を揺さぶる元になる少数意見を回避する、やり方で運ばれることを願っていると話したとされ、最高最大法廷が、早期に全員一致で、米軍基地の存在を、合憲とする判決が出ることを望んでいた、アメリカ側の意向に沿う発言をした。田中は、 砂川事件上告審判決において、仮に、それ、中流外見であるとしても、とにかく中流という事実が現に存在する以上は、その事実を尊重し、これに対して適当な保護のとを講ずることは、立法政策上十分是認できる。あるいは、規定事実を尊重し、法的安定性を保つのが、法の建前であるとの補足意見を述べている。 古川淳専修大学名誉教授は、田中の蒸気補足意見に対して、このような現実政治追随的見解は、論外と断じており、また、憲法学者で、早稲田大学教授の水島麻穂は、判決が規定の方針だったことや日程が漏らされていたことに、司法権の独立を揺るがすもの。ここまで、対米追従がされていたかと唖然とすると、コメントしている。 本判決は、中流米軍に関する事案であったこともあり、日本独自の自衛力の保持について、憲法上許容されているか否かは明らかにしていない。判決文には、九条二項がいわゆる自衛のための戦力の保持をも、禁じたものであるか否かは別として、と述べており、個別的自衛権行使のための戦力保持が合憲か否かについても判断を避けている。つまり、 自衛権そのものは認めているが、自衛権行使のために自衛隊を保持することが、合憲とは言っていない。田中幸太郎の判決は、我が国が主権国として持つ、固有の自衛権は何ら否定されたものではなく、我が憲法の平和主義は、決して無防備、無抵抗を定めたものではないのであるとしている。この判決は、直接的には、外国軍隊の日本国内への駐留の合憲性に、 ついて判断したものである。我が国が自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛のための措置を取り得る子は国家固有の権能の行使として当然とし、外国の軍隊はたとえそれが我が国に駐留するとしても、ここに優先力には該当しないと結論している。ただし、本判決は駐留米軍に関する事案であったこともあり、 日本独自の自衛力の保持について、憲法上許容されているか否かは明らかにしていない。砂川事件最高裁判決の判決文は、憲法9条2項について、その保持を禁止した戦力とは、我が国がその主体となって、これに指揮権、管理権を行使し得る戦力を言うと述べている。下級審では、長沼内機事件の第一審判決が、 砂川事件最高裁判決を引用しつつ自衛権を保有し、これを行使することは直ちに軍事力による自衛に直結しなければならないものではないとた。長沼内規事件の最高裁判決では原告的格について判断しており、この点の憲法判断は回避した。一方、政府見解は自衛のための必要最小限度の実力は憲法9条の 戦力に該当せず、自衛隊は軍隊に当たらないという構成をとる。また、自衛措置について、1972年、昭和47年の政府見解は、国民の権利が根底から覆される、休迫不正の事態について、必要最小限度に限り発動できるとしている。ただ、1972年、昭和47年の政府見解は結論としては、 集団的自衛権の行使は憲法上許されないとした。これは集団的自衛権は我が国が攻撃されていない場合であり、自衛のための必要最上限を超えるもので憲法上禁止されているという論理に基づく。砂川事件の最高裁判決は2014年平成26年以降の集団的自衛権用にをめぐる議論で再び取り上げられるようになった。 2014年、平成26年4月、参議院議員で公明党代表の山口夏夫は、砂川事件の最高裁判決について、集団的自衛権を視野に入れたものとは思っていない、との認識を示したのに対し、同年5月、衆議院議員で自民党副総裁の河村雅彦は、砂川事件の最高裁判決は自衛権に触れた、唯一の最高裁判決で、 集団的自衛権を除外していないという認識を示した。2014年、平成26年5月15日、安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会の報告書にて言及され、同年7月1日、第2次安倍内閣による臨時閣議での憲法解釈変更の一つの根拠とされた。2015年、 平成27年6月4日の衆議院憲法審査会では自民党推薦の憲法学者も含めて憲法学者3人全員が集団的自衛権の行使などを盛り込んだ関連法案を憲法違反と指摘。これに対し2015年6月10日安全保障関連法案を審議する衆議院特別委員会で横畑祐介内閣法制局長官は 新たな政府見解について、砂川事件の最高裁判決を引いて、これまでの政府の憲法解釈と論理的整合性は保たれていると説明した。衆議院憲法審査会では、自民党副総裁の高村雅彦が、砂川事件の最高裁判決は自衛の措置を認めていると指摘した上で、従来の政府見解における憲法9条の法律の枠内で、 合理的な当てはめの帰決を導いたと主張した。これに対して民主党幹事長の枝野幸男は砂川判決は日本の集団的自衛権の合憲性を争ったものではないと述べた。また安全保障関連法案を審議する衆議院特別委員会では辻本清春が先日の安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会で座長代理を務めた。 北岡新一の発言を取り上げ、北岡氏は、砂川判決米軍と基地に関する裁判で、そこに展開されている法理は、必ずしも拘束力を持たないと言っている。こじつけようとするから、憲法学者がおかしいと言っていると指摘した。その後、米軍は、首都圏域の防空基地を、横田基地、東京都福生市に一本化する方針に変更し、 1977年11月30日に立川基地は日本に全面返還された。跡地は東京都の防災基地、陸上自衛隊立川中屯地や国営、昭和記念公園ができたほか、国の施設が移転してきている。2014年6月17日、当時の被告4人が有罪判決は誤りであり破棄して免訴とする、両再審請求を行った。 今時の請求について、第二次、安倍内閣は、集団的自衛権の合憲解釈を、田中判決、岸判決を根拠にしようとしているため、抗議の意味を込めてと説明している。最新請求に対し、東京地方裁判所は2016年3月8日に、新証拠は、面相を言い渡す、明らかな証拠とは認めらないとして棄却した。これに対し、 元被告側は東京高等裁判所に即時抗告する方針である。2017年11月15日、元被告3名及び個人となった1名の遺族が行った最新請求即時抗告審で東京高裁は即時抗告を帰却する決定をした。元被告らは東京高裁の判決を不服として最高裁判所に特別広告したが、 最高裁は2018年7月18日に帰却。これにより最新帰却が確定した。なお、原告の一人は、司法のかばやいで、権利侵害の救済を避けた、不当決定だと非難している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。